皆さんこんにちは。4月1日になりました。リビングライフの時間です。私は桜井聖愛教会の牧師の大沢啓太と申します。今日も神様のお言葉から恵みを共に分かち合ってまいりましょう。今日の聖書箇所は申命記の4章1節から14節。主題は主の定めを守ることが最高の知恵です。ここから主の語りかけを共に受け取りたいと思います。申命記4章1節から14節。今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためである。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バールペオルに従ったものすべてをあなたの神主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入っていき所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だというであろう。まことに私たちの神主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。ただあなたはよく気をつけ、十分に用心し、あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。あなたがホレブであなたの神主の前に立った日に、主は私に言われた。民を私のもとに集めよ。私は彼らに私の言葉を聞かせる。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。そこであなた方は近づいてきて山のふもとに立った。山は燃え上がって火が中天に達し、闇と雲と暗黒があった。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は語りかける声を聞いたが、見姿は見なかった。見声だけであった。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。当の言葉である。主はそれを2枚の石の板に書き記された。主はその時あなた方に掟と定めを教えるように私に命じられた。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で
それらを行うためであった。 QT あるいはデボーションで聖書を読むときに大切なことが3つあります。1つ目のことは内容観察。その日の聖書箇所を繰り返し読み返しながら、そこにどのようなことが書いてあるのかということを読み取っていきます。2つ目のことは黙想。その書かれているところから神様が私たちに何を語りかけてくださっているのかということを思い巡らしていきます。そして3つ目に適応。その語りかけられたことから私たちがどのようにそれを実践していくことができるのかということを考えていきます。まず今日の聖書箇所にどのようなことが記されているのかということを見ていきましょう。今日のところ内容観察として2つのポイントを挙げておきたいと思います。1つ目のことは主の定めを守りなさいということが記されています。申命記というのはエジプトを脱出したイスラエルの民がいよいよ約束の地カナンに足を踏み入れようとしている、その時に新しいその地でどのように生きていけばよいのか、過ごしてけばよいのかということを語り知らせるために、モーセがそれまでに語られていたその神の教え律法を総まとめのようにして語り聞かせているという、その言葉の数々です。この1章から3章までのところ、これまでのところではその荒野の道で神様がどのようなことをなさったのかということを記していました。そして今日から読んでいく4章のところでは神の言葉というものがどういうものであるのかということを教えています。そういう意味ではこの4章というのは申命記の中でも大切な部分と言えます。この開かれている聖書の箇所の1節から8節までのところでは、モーセは出エジプトのこの第二世代の人々に語り聞かせているというところですね。主の教えを、主の定めを守りなさいということを語っています。モーセが出エジプトをした際、シナイ山で神の教えを、この党の言葉律法をはじめとする律法を受け取りました。その時にこのイスラエルの民はそれを聞いていたわけですけれども、残念ながらその時に聞いていた人々はすでに息絶えてしまったのです。それはこの神様の約束を信頼することができなかったからですね。今モーセの目の前にいるのはいわゆる出エジプト第二世代の人々です。その人々にモーセはあなたがこれから入っていくその地において神の定めを守り、神の言葉に生きるものとなりなさいということを教えています。そしてその際にモーセはこの神の言葉に生きる生き方には祝福が伴うんだということを語っています。どのような祝福か、それは神様がこの神様の言葉をイスラエルの民が守り行い生きているときに、それを見ていた周りの国の人々が、あの民族はなんて優れた人々なのだろう、なんて優れた民族なのだろうということを見て驚くほどに、それほどに神の言葉があなた方を作り上げていくんだということですね。そして2つ目のポイント、それは主の定めを語り継ぐものとなりなさいということです。9節から14節までの部分で、かつてシナイ山でモーセが神から党の言葉を記された2枚の板、石の板を受け取ったその時の光景が記されています。そしてその言葉をあなた方は子孫たちに語り継ぎなさいというふうに言われているのですね。この党の言葉、この実会の言葉が
語り聞かせられる、語り聞くだけの言葉ではなくて、目に見える形で板にして記されているということは、彼らにとって大切なことでした。なぜなら、その石の板を通して子孫たちが神の言葉を、そしてその時に何を神様がなされたのか、救いの出来事を彼らが語り聞く、その語りかけを聞くことができる、そういう手段となっていたからですね。このところから神様が私たちに何を語りかけているのかということを思い巡らしてみましょう。ポイントは、神の言葉はいかなるものであるのかということです。イスラエルの民が初めてシナイ山で神の臨在に触れた時、民は震え上がったというようなことが、この出エジプト記の19章に記されています。モーセが神の言葉をその受け取るその前に、神様がイスラエルの民を召集されたその時に、神様がそのご自身の臨在を表された。そこでイスラエルの民は恐ろしくなって震え上がったっていうんですね。それは神様ご自身に対する恐れでした。私たちは今手元に聖書というものがあり、いつでも神様のお言葉を開いて見ることができますけれども、いつでも私たちの手元に神の言葉が与えられているからといって、神様の言葉に対する、あるいは神様に対する恐れが見失われてしまってはいけません。私たちはその神の言葉に真摯に向き合っていく姿勢を生活の中で整えていきたいと思います。なぜなら、この言葉を通して、聖書の言葉を通して、神様は私たちに生きて働いてくださるからです。この言葉が私たちを作り変えていくんです。この言葉を通して、私たちが恵みを表すことができるものになっていくんです。そして神様が用意してくださっている救いの完成のその日に向かって、御言葉は私たちを導いていくんですね。この神の言葉の恵みを、私たちはこの今日の箇所を通して受け取らせていただきたいと思います。そしてそれと同時に、その言葉を私たちが語るものになりたいと思います。私たちがこの神の言葉を受け取ったときに大切なこと、それはその聞くだけではなく、その言葉を聞くだけではなく、行うということ。行うことによって、この神の言葉が私たちの肉になっていきますね。そして同時に、行う、その行って得た恵みを、行ったことによって神様が成していてくださった技を、私たちが語り継いでいく、証ししていくということ、そのことを通して、神様が私たちに与えてくださったその恵みが、さらに力強い証しとなって、周りのその聞いてくださっている方々に届いていくですね。それが祝福拡大の神様の手段であるということを覚えたいと思います。神の言葉、その恵みをかみしめましょう。イスラエルの民がいよいよ神の約束の地、新しい地に足を踏み入れようとしているその時に、モーセが彼らに語り聞かせたこと、それは、その新しい地において、約束の地の中で生活していく時に、あなた方は神の言葉を行うものとなりなさい、そしてその言葉を語り継ぐものとなりなさいということでした。それは、あなたの生活の真ん中に神の言葉を置きなさいということです。私たちは神の言葉を私たちの生活の真ん中に置くという実践をしたいと思います。日曜日の礼拝が終わり、その一日が終わり、月曜日になって新しい生活が始まっていく、日常の生活が始まっていく、その時に、あなたの聖書はどこに
置かれているでしょうか。それはいつも目に入るところに置かれているでしょうか。すぐに手の届くその場所に置かれているでしょうか。私たちはいつも生活の中でこの神の言葉を手に取り受け取り、そしてそれを行い、その恵みを語り継ぐものとなっていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたが生きて働いていてくださり、私たちに語りかけていてくださっていることを心から感謝をいたします。どうぞあなたの言葉を私たちが聞いて流してしまうのではなく、それを真実に受け取り、そしてその言葉によって私たちの一歩を取っていくことができますように、またその中で神様が表してくださる力強い御業を私たちが喜びと感謝を持って証しするものとなることができますように、そのことを通して神様の恵みが私を通して、私たちを通してさらに拡大していく、その恵みを見させてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。